千葉市幕張にオープンした新イオンモール、大きな大きなショッピング街ですけれども、その中にカンドゥという子どもたちが職業体験できる施設ができました。あのキッザニアを作った方が新たなコンセプトで、作られた職業体験です。どこが今までと違うかっていうと、入ってみますとレストランスペースがたくさんあります。まあレストラン、職業体験の前にここがレストラン、おじいちゃんとお孫さん、親子、家族、そういう人たちがまず基本的に食事ができるということになっているそうです。そしてこの食事のテーブルが3時間の間指定席になっていて、そこをテーブルが確保できるということですね。でおじいちゃんとか親がテーブルを確保した上で、子どもたちが周りの職業体験をするという、ここがメインの中央のレストランです。そこにはシアターがあります。いろいろなショーが繰り広げられる。ざーっとどんなものがあるか見てまいりましょう。病院です。ホスピタルがあります。エマージェンシー。こんにちは。あ、ここは新聞社です。あちこちにレストランが、レストランもフレンチレストランがあったり、イタリアンレストランがあったりとか、この中にでもいろんなものが楽しめるレストランなんです。ここはアミューズメントエリアですね。マジックエリア、スタッフさんがいます。ここトイレ、トイレのセキュリティにも万全を期しているということでございます。トイレの中で危険なことが決して起こらないようにという配慮されていると。授乳室もあります。もちろんですね。オープニングの準備をしています。ここはクライミングウォールです。はい、トレインオペレーター、列車の装置ですね。今日は幼稚園の、千葉市内の幼稚園の先生たちが見学に来ています。ここはスープ、お姉さんがこんにちは、クノールって書いてあるスープ屋さんです。ここは放送局のようです。文化放送って書いてある。ラジオの放送局、そういう体験もできると。あ、いいですね。ここは宅急便です。ここは、あ、ここはゼブラって書いてある。なんか芸術的な活動をするようですね。ポリス、交番だけども中に格子の入った牢屋もありますよ。すごい、なんかアメリカ風の交番ですな。こういうところで3時間、親子で来て楽しめると。ここは何かな、インフォメーションカウンターで、失礼いたしました。いろいろと職業体験ができます。
ここは飛行機誘導の体験ができるということのようですね。ここは全体で2500平米であるそうです。2500平米、お土産屋さん、これはピザ屋さんの体験ができるっていうところですか。実際のピザも作るの。そうなんです。食べられるピザを、こちらでピザ生地と具を選んでいただいてお渡しして、で席とご家族と一緒に作ってきていただいて、それをこちらでまた焼いてお渡しするという。あ、はい、実利的な実際に食べれるものを作って体験できるということになってる。みんなそうですか、これ並んでるの。あ、こちらはそうですし、横は FG な飲み物を。あ、なるほどなるほど。ここはお土産ショップでした。ここは何かな。あ、ここは銀行ですね。イオン銀行。イオン銀行ってあったっけ。はい、本物もあったっけ。はい、あります。ここは写真屋さん、フォトスタジオ、きっと写真も撮れるんでしょうね。以上ざっとでしたけれども、缶ビールの中をご紹介しました。ここが缶ビールの裏側にある厨房です。今日は特別に厨房の中を映してもいいですよと言われましたので映します。まあ基本的にこの缶ビールは大きなレストランですので、ここの厨房でいろいろなものが見られるということです。スタッフの方が忙しく働いています。新鮮事室、星社長自らがご案内をしています、はい、今日は千葉市の幼稚園の先生たちが見学会を訪れております。それから3つ目がデンタル、これはセカンダルちょっと。皆さんがシアターの上に上がりました。ステージの上から全体を眺めてみましょう。まあ、奥の方まだ全部見えないんですけどね。テーブルの数は、テーブルとはこのレストランの席数は全部で530、テーブルの数約100だから 100の家族が同時に楽しめるという感じで、3時間を楽しめるという形になっています。こんな感じです。そのレストランの周りに子どもたちの職業体験コーナーがあるということのようです。以上、カンドゥからの中継でした。